このでは始まりました、むちゃっちチャンネル。さあ、今回はいよいよ発表になりますね。私の新しいチャンネルがスタートしました。まあまだ名前はね、仮なんですけどね、もう一つ授業チャンネルとだけついております。もうね、一本目の動画は出してありますが、まあ授業ではなく、まあ夜ゼミのね、佐藤池先生とね、チャンネルに関してね、撮ってる動画になります。まあやっぱりね、このチャンネルでも授業やってきたんですけど、まあテレビ使ってね、こう iPad 使ってこう書いてってやるのは、やっぱりどうもね、合わないと、うまくやれない。やっぱり電子黒板ちゃんとあって、黒板ちゃんとあるっていう状況でやりたいっていうのがあったのと、あとはチャンネル分けてほしいと、同じので混ざっているとそのバラエティ系のとね、真面目なのが混ざってて嫌なんですっていう意見もありましたし、バラエティ系のに比べて、ね、真面目なこの授業を出してもそんなにまあ初動は良くないと。初動って最初のねクリックされるやつ、まあの時間経てばね、どんどん再生されていくんですけどっていうのもありまして、作ることにしました。そこにはきちんと黒板、電子黒板つきます。スタジオできますので、そのスタジオを使って行おうと思います。で、そのスタジオがね、でき次第背景知識講座とかっていうのもパワーアップしますので、電子黒板や黒板がある状況でできるようになるんですよね。で、ただやっぱり収益化しないといけません。そこは大事です。電子黒板ってね、むちゃくちゃ高いんですよ。まあだからこそテレビでやったわけですけどね、すぐに授業を始めるためにやったんですけど、まあだってあと黒板もね、設置しなきゃいけないんで、設置できるところを探さなきゃいけない。そうです、そのね、設置箇所っていうのがすごく問題になったわけですよ。すごいでかいんでね。電子黒板いくらだと思います？びっくりしますよ。154,300円です。155万ですからね。むちゃくちゃ高くないですか？意外とね、黒板の方が十何万で、まああと工事費っていう感じなんですよね。で、こっちは全然だったんですけど、いや、電子黒板はさすがに高いと。やはりちゃんとやっていくためには収益化が必要になります。やっぱその授業動画まで自分が編集してたらもう手一杯になってしまいますから、ね、きちんと編集マン雇って、やっていくしかないので、ただ呼び始めた時もそうやってちゃんとね、機材とか揃えてやったんですけど、収益化までにあまりに時間がかかりすぎてしまったっていうのがあります。まあ不運だったんですよ。コロナ禍で需要もあるし良かったですねって言われてたんですけど、実際はコロナで Google の方が社員がね、3分の1ぐらいしか稼働してなかったんですよね。だから新たに収益化するっていう全然手が回ってなかったんです、あの時。だからすごく遅れた。で、2週間ぐらいで OK が出るものなのに相当時間かかっちゃったんですよね。収益化されるためには登録者1000人、そして4000時間ですね。そう、4000時間再生されなきゃいけないっていうのはね、これがまた大変なんですよ。で、例えばすぐに達成したんですよ。どちらもクリアしたんですが、全然収益化されなかった。収益化の時間がすごいかかっちゃったんですよね。授業動画を流す前にクリアしていたのに、結局何週間も収益化されなかったんですよ。で、収益化されないまま授業始まっちゃったんで、最初何十万と再生されてたのに動画が広告ついてなかったんですよ。で、大損することになったわけですね。だからそういうふうに初期投資すごいかけてるのに大損する結果になっちゃったわけですね。だからそういうのは避けたいので、きちんとやはり収益化されてる状態からスタートするようにしたいんですね。で、いいじゃないか、お前もらってんだからとかね。まあそういう冷たい声を言う人もいるとは思うんですけど、これっていうのは他の人たちにも貸していこうと思ってて、で、お金を取る気がないんですよ、僕は。他の先生たちにも使ってもらっていいけれど、150万払ってんだからお金くれよなんていうつもりは全然なくて。今そのチャンネルの方にね、佐藤幸雄先生と対談してる動画がありますけど、佐藤幸雄先生にもいずれね、自分のチャンネルでホワイトボードじゃなくて黒板とね、この電子黒板使いたいんだったらもうどうぞどうぞっていう感じで使っていただくっていうようにしたいと思ってるので、僕のチャンネルで別に佐藤先生が世界史を教えるわけではありません。まあ一応ね、あの背景知識講座とかね、やっていくのはいいかなと思ってますけどね。で、だからそういうこともあって、実はこの映像講師オーディションっていうのはやってたんですよ。他の教科の人たちでも、あ、この人は素晴らしい、この人は絶対世に出るべきだって僕が思ったら、いいですよ、自由にその黒板で四黒板僕スタジオにあるんで使ってくださいっていう風に実は考えてたんですよ。で、それを講師オーディションの前に言いたかったんですけど、やっぱりその場所を探すの、スタジオを探すの、そして黒板設置できるとかっていうのがなかなか決まらなくて、だから発表できなかったんですよ、その時までに。もうちょっと英語講師オーディションは黒板とかいらない先生たちも多いなと思ったんですけど、映像でやってる先生もいるんだ。だからもったいなかったです。他教科の人たちももっといっぱい応募してくれればよかったんですけどね。何かしら出てくれたその優秀な人にはね、使えるチャンスをって思ってたんですけどね。という形でね、いよいよ指導していくわけです。で、
今そのできているチャンネルのところでは、僕の授業一体どういうね、単元やってほしい。そうだから、この教科が欲しいとか書かないでくださいね。僕のチャンネルでは僕しかやらないですから。僕のチャンネルでは英語しか流さないですから。だからこういった授業をやってほしい。だから背景知識は引き続きやってきます。で、世界史的な面は今、佐藤幸雄先生にやってもらってますけど、その他ね、理系の面では理系の先生に出てきてもらって解説してもらおうと思ってます。そういう風に、いろんな専門のね、人の知識も入れて、いろんな授業とかっていうのを出せるってなるとかなり面白いと思うんですよね。どうですか？そしていわゆる出題形式別ですね。今は正誤問題の出しましたけど、他のねこの出題形式をやってほしいとかっていうのがあったりとか、ね、長文、この長文やってほしいとか、ここのやつをやってほしいとかね、ぜひね、あったら言ってください。そして、もちろんね、トイックの講座やってほしいとか、そういうのも通りますから、今回は。まあ、結構ね、3つのチャンネルやって大丈夫ですかって思ってる人いるんですけど、いや、全然ただ呼びやってた時の方が、自分が出てる動画以外も全部やってた、その運営やってたから、それと比べたら、だいぶ楽になると思いますけどね。まあ、あとは、投稿をやっぱ週5とかにしちゃうと倒れちゃうと思うんで、まあ、最悪でも週2は出せるようにね、やっていきたいんですよ。で、またその分ね、まあ、このメインチャンネルは週5にしてとかっていうね、そういったやり方もできると思っているので、ぜひその新チャンネルのね方のコメント欄にですね、こういうのやってほしいっていうのを書いていただければいいかなと思いますね。まあ結構柔軟に対応できるとは思います。あ、ただね、対応できないのはね、明治大学の長文とかね、あそこ絶対ダメなんですよ。使わしてくんないっすよね。あとどこでしたっけ、官官同率も一個使えないですよね。官学でしたっけ、ちょっとダメなんですよ。厳しいところって実はあったりするんですよね。まあ一応ね、その専門の弁護士の見解では引用で OK だっていう風にはなってるんだけれども、それでももう大学側がやんないでくれと表明してるところなんで、その避けなきゃいけなかったですよね。まあね、なるべく皆さんの意見を尊重してね、やりますんで。で、ぜひたくさん見ていただければなと思いますね。そのなんとかね、授業動画前に4000時間達成したいので、まあそれでいて動画コンテンツ何もなかったらいけないので、まあちょこちょこ何かしら上げていきますが、ぜひ達成させてください。はい。で、まあスタジオの方ね、来週に黒板取り付けが行われますので、まあその模様もね、ぜひその授業チャンネルでね撮ろうかなと思いますね。ぜひ待っていてください。まあ今後いろいろ動いていきますので、ね、ぜひとも応援してください。これが巨大プロジェクトだったの、これじゃないですからね。はい。私はまだまだ先を見てますので、そんな私が英語の授業チャンネル始めて、ね、そこで黒板と電子黒板使って授業したからといって、それで日本一になれるなんて全く思ってませんから、知名度がポンと上がるなんていうふうには全然思ってませんので、それでは楽しみにしていてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.